それ誰に渡すんですか。うん、焼肉か今日は。あ、はい、なし焼肉食べんだ今日。いや今日今週1週間疲れたからちょっとその癒しを求めて焼肉で来週に向けて英気を養うかな。来週何やるの。あ、再来週もういいな。よし焼肉だ今日は、うん。と牛レバーの塩ひ牛レバーの塩とあれジンギスカンってないか。あ、ございます。ありがとうございます。じゃあジンギスカンを。じゃあお疲れ様です。どうも。じゃあ俺は乾杯は競馬やるから乾杯はしないんだよ。はい、はい、なしか分かる。分かんない。完全に負けるって意味で乾杯。あ、なるほど。今日はどうだったんですか。今日はあまり良くなかったね。まあそんな負けすぎてもいないけど、そんな使わなかった。ああ。じゃあレバー。はいはい。鶏カルビと、じゃあもやしナムルです。ナムル。はい、すいません。じゃあビールです。はい。よし。いただきます。カムサハムニカ。ベストポジション。来るってこと知ってたけど、はい、止まるから何かなって思って。じゃあ焼き口とつくれね。はい、つくれの方よく火を通してからめちゃめちゃ。はい、痛そうです。もう今年の、うん、今年いっぱいだって。うん、何や。うん、得意。新しい時代が平成、平成、平成が終わる、うん、いや去年の今頃は本当にもう監督も僕を見てたら分かってたと思うんですけど、普通のちょっと精神状態がかなり錯乱してました。本当、まあ、ストレスを全部先にぶつけてた自分がいたんで。やめたの。いやあ、まだ生やもん。うまい。生じゃない、大丈夫。あ、やべ。気をつけた方がいいよ。本当にマジで iPhone ちょっとした。僕一回これ現実つかなくなりました。本当。いや、仕事、まあ、前の会社で働いてた時に出勤日の時に iPhone 落としたんですよ。で落とした後にそのままポッキーに戻してで退勤する時にあの携帯の画面開こうとしたら、うん、電池つかないんですよ。あら、これやべえと思ってでしてなんか、まあ、まああの時仕事してたんで普通に平日とかあの平日だったらその iPhone の専門店とか行って直してもらえるんですけど、できないじゃないですか。うん。で、直るのかな、直るのかなって言うんですけど。で、なんか、
町になんかスマップルっていう、なんか iPhone 直す専門のところがあって、スマップル、まあ、そこに行ってみたら、なんかバッテリー交換だけしたら電池ついて、7000円ぐらいで済みましたけど、壊れやすいぐらい気をつけた方がいいって。ちょっとした消費で iPhone すぐ壊れます。その辺もなんかやっぱりあったあったあった。まだこれ食べるのかよ。食べますね。プロレスラーになるんだったらやっぱこれぐらい食えない。やっぱりプロレスラーになれないと。どんだけ食べてんの。ご飯食いくくってまだまだいけますけど、食えやる豪快に。まあこれ石だから当てるんだ。いただきます。タレ入れね、タレ混ぜるんだろ。あれ、これのタレですけど、醤油ですけど。でも俺の一番別のやつで来た時はこれ焼肉のタレに混ぜて食ったらうまい。強いて言えば卵が欲しいですね。あ、卵はケチてんだね。また来る。これも食べんの？はい。すごいね。監督もどうぞ。俺は別にお腹いっぱい。イカは興味ない。イカは釣らないっすね。イカは釣らないね。難しいよね。イカ釣りって難しいっすか？イカって海底に住んでますよ。何食べんのかよ。まあ、もうちょっとだけ食います。何食べんの？42キロ走ってます。結構腹は減ってます。今日何キロ走ったの？北海道から泊まり42キロ走ってます。今日？ポリンスタバ飲んで。じゃあ、そこ出します。あ、すいません。ユタカルビの。だから生姜と生姜、はい、これ1人までよろしかったですか？はい。で、あと、あ、これ焦げてる。ザンギをザンギを半分ぐらいの量にして3個ぐらいにして、はい、結構やっぱプロレスラーアニマル浜口道場が出てる人たちが多いです。食べましたね。もう残さず食べてる。もう今日は終わりですか？そうですね、今日はもうあと、うん、何を頼むのか。もうないでしょ、わかんないよ。アニマル浜口ジムに入会できますか？どうやったら入会できますか？どこやるの？酔っ払ってんね。いやいや、あんまり飲んでるでしょ。デスティン。いや、面白くな。内緒の真似した質問な。全然つまんねえ。うん、まだ酔っ払ってもいない。冷静ですか。僕はさっきも割り酔いしろ、本当に意識を失ってますから。